28人目の仲間、チャンネル登録ありがとうございました。チョベリバ、チョベリバ、バス間違えてるし、22のバス乗んなきゃいけなかったのに 5乗っちゃってるし、マジチョベリバ。でもその気分をキベリハ。昨日ね、ちょっと KK コンビとね、伝説の KK コンビとキベリハ、キベリハ、知ってますか？はい、始まりました。パパスです。パパスと一緒。レッスン。はい、前回ね、サラサヤンマが取れたんですけど、ちょっと調子に乗って、そのサラサヤンマがいるところからもっと遠いところに、まあそんな変わんないですけど、来てます。今日はどんな出会いがあるかな。それではスタート。キベリハー、キベリハー、気分ベリーハッピー。いますいます、ここにいます。息子行ってください。なんか白っぽい蝶々います。まだついてないけどね、場所に。さあ前回の力見せてみろ。ああ惜しい、あれ、あららららら。入ったのに。で、ついてないですからね。気分ベリーハッピーで行きましょう。それで、パパスです。それで、今回から、こちら、息子も、トンボ、対トンボ、対ヤンマ。まあ、息子もね、本当に取りたいって言ってるんで、こちら、使っていきます。皆さん、パパスです。網の調整してる時に今でっかいなんかちょっと黒っぽいヤンマいました。いやー高鳴るなこの網。顔よりでかい網。ちょっと期待できますね。はい、じゃあ頑張ります。いましたね、今の。そうっすね、塩辛もいました。そしてヤンマもいました。トーマスは車庫に入った。じゃなくて、今行きますよ。はい、パパスです。何も取れないまま、休憩に入りました。すごい残念なことに、黒いでかいヤンマ、横をすり抜けていきました。ああもう何だったんだろう、見たことないんですよね。まあでも今日ちょっとガチなんで、タイトル言ったっけ。あ、言いましたね。いますね、いますいます。ボウ君か、ボウ君か、青山か、マルタンではないですね。で、入れないんですよね、池に柵があって。頑張ります。息子捕まえました。何これ、また新たな観察道具、カモン。はい、あ、ちょっと羽がボロボロですね。なんだろうこれ、こみすじ系、ちょっとわかんないっす。次も捕まえちゃってんの？すごいね。あ、まあまあ綺麗です。ちょっと羽があれなんで逃がします。リリースカモン。羽がね、行きました、ありがとう。息子も取ってました。はい、モンシロの、もう夏型、ちょっとわかんないです。ちょっと違いますね、春型じゃないっぽいですね。黒が多い、はい、黒が多いモンシロチョウ。はい、リリース。
かかってました。はい、足元に来ました。観察道具、カモン。また知らねえやつだ。また知らないやつです。また勝ち虫先生です。K さんと、K さんにも聞くしかない。今休憩してて、足元に来たんですよね。これ、サナエ系ですね。こんなことあるんですね。ストックかも。ちょっと今息子とママスが休憩中なんで、ちょっとこれ見せたいと思います。すげえな、ここにいたの。パパスぐらいになるとですね、こう休憩してるところに、あの山、トンボの方から来るんですよ。もうこういう、これすごいですよね。ちょっと後で調べておきます。それでは恒例のパパっすね。それでは手持ちカモン、見たこともないサナエ系。はい、では息子、恒例の休憩中悪いね。息子にも手持ちカモン。これね、サナエ、サナエ系だよ。パパ、パパ一番最初撮ったの？うん、横にしてくれる？パパ、一個撮ったの？横に、そう、横にしてくれる。ブレ、ブレ。そう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 。横に、そうそう、横に、あ、そうそうそう、そうしない。そう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 。このズボンのところに、こっち側に、こう、そうそうそう、横に横に。前から行く。横にしてみて。右側、左側。はい。あ、まだ離さないでよ。離さないでよ。離さないでよ。近づいてる。はい。それでは、息子の指に。ありがとうございました。こういうとこなんですけどね。青山いてもおかしくないんだけどな。やっぱり難しいっすね。パパスには伝説です。伝説のトンボですね、やっぱね。いないっすね。青山。今年は厳しいかな。もういてもおかしくないんですけど。